ぶらりリドラ散歩。本日の舞台は浅草ではなく、モンストグランプリ関東予選大会。東の激戦区関東大会がついに幕を開けた。予選タイムアタックは波乱の連続。名だたる強豪たちが夏の花見のごとく散っていった。そんな中、勝ち残ったのは多くの仲間の応援を背に予選16位から這い上がったカヤモンですが、仲間たちの期待に応え見事優勝を果たした。そしてこの日一番楽しんでいた男たち、鼻毛ボーンが準優勝を収めた。プレッシャーを跳ねのける精神力が勝敗を分けた。ストライクサポート、こんにちは、エクスフラッグの中のサラバチョーのパネどうも、モンストグランプリ2016のサラバチョーです。よろしくお願いします。はい、お願いします。というわけで、はい、モンストグランプリ関東予選大会に来てみたー。よいしょー。というわけで、はい、熱かったですね。熱かったですね。この後ね、決勝大会に進出したチームですね、はい、皆さんも予想していただいて、はい、予想したチームが見事優勝すると宝具50個50個、はい、あげるキャンペーンもございますので、うん、しっかり、うん、はい、この動画をね参考にしていただければ、うん、貴重な、ね、情報ですからね。そうですね、そうですね。はい、ということで早速では行きましょう。決勝進出を決めた3チームです。いらっしゃい。関東予選大会3位、憧れ青春ストライカーズ、平成の開国スクラッチ。はい、それでは平成の開国スクラッチチームの皆さんです。おめでとうございます。はい、ということで早速なんですけども、ちょっと一つずつ自己紹介を改めていただいてもいいですかね。はい、はい、じゃあこちらからどうぞ、はい、お願いします。リーダーのハッテンです。よろしくお願いします。ハッテンさん、よろしくお願いします。そして古文のライフです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。古文そして古文 B の息です。よろしくお願いします。そして最後、そのまた古文のアスタリスクです。アスタリスクさん、よろしくお願いします。お願いします。ねえ、なんか S 島さんのなんかファンだっていう話をなんか途中で聞いたんですけど、はい、S 島さん好きなの、大好きなんですか。大好き。リーダーが大好きなんですか。はい、あ、そうなんですね。ずっと好き好き好き聞いて、うるさいんですよ。LINE でもうるさいんですよね。LINE でもだからなんか出てると S 島さんやばい、うまいわーって超絶爆絶とか見てると、次の日はもう S 島さんなかったって。やっぱその S 島さんの戦いぶりがやっぱすごいってことなんですか。あとキャラ、S 島さん自体のキャラ、クールな感じが。あれ、もうちょっと S 島さんの好きなとこ教えてください。なんだろう、これ以上追い込まないであげてください。いや、まあ、今イケメンだし、うん、あとなんか本番とかでも、はいはい、新爆絶、新爆絶とか、うん、まあ、全部見てるんですけど、はい、やっぱりなんか落ち着いてるし、うん、まあ、多分そんなに年はいけないんですよ。はい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 、ブーッ、はいはいはい、ブーッ、ブーッ、うわーすげー、うわーすげー。恥ずかしいから、いや、アマゾノさんですよ、振りすぎ。違う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 、どうも、コムリーの出島です。乗ってるから補欠なんだ、ね、いやいやいや、そんな S 島さんから見て戦いぶりどうでしたか。いや、完璧でしたね。完璧でしたから、ありがとうございます。もう完璧。ちょ、イザナミ、はい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 、あれ悔しいですね。悔しかったですね。本当に本番前あそこで、はいはい、絶対負けないようにだけはハート管理とかちゃんとしようって言ってたんですけど、うん、やっぱりなんかタイムとかに頭がいっちゃって、あ、そうっすよね。自分はあんまりちょっと体力は見てなくて、気づいたらなんかもうこんぐらいになってて、はいはい、やべえですね。そうっすよね。やっぱ速さも出さなきゃいけないけど、でもね、負けられないってところで、まあ、どっちに集中するかってことですよね。普段イザナミやるときに、うん、そうそう負けないと思うんですよ。まして運は積んでない先生でイザナミなんか負けてたまるかぐらいの感じだと思うんですけど、その相手チームがどのくらい進んでるかも見えてて、あの時確か負けてるんですよね。焦る。でダルタにも多分普段は入れない。入れないです。普段は入れないっていうところで、まあ、そのこの場であるっていうこともそうだし、これで勝てばもう、そうですね、幕張が決まるっていうこともあるし、多分ね、いろんなあれがね、
いろんなあれが入っての負けなんで、本当にね、イザナミなんか負けねえよみたいなコメントたまにあるじゃないですか。確かにね。いや、もう配慮してる、配慮してる。この場で勝つっていうことはね、組んでほしい、大変なのかってことですよね。いや、でもナイスプレーでした、本当に。ありがとうございます。もうあの、負けたことで、エスシマさんとすぐぶつかるんで、わざと負けたって。え、そんな…そうです、そうです、そういうことっす。そういうことっす。勝負なめじゃねえよ。あれなんですよね、これお互い江島さんのチーム、ブルドーザーと、はい、皆さん、これあの本決勝戦、決戦の方で、本戦の方で、はい、お互い1勝ずつすると、実はぶつかるんですよ。はい、すぐですね。存じ上げております。その点、いかがでしょうか。まあ、正直、まあ、あの尊敬する江島さんと、はい、まあ、あとすごい上手いって巷で有名なアリスさん、正直ちょっとビビってはいますけど、まあ、ここまで来たら、まあ、どんだけ尊敬しようか倒してやりたい。勝負ですからね。そうっすよね、まあ、尊敬してるけども、まあ、倒さなきゃいけないってことですよね。もし、ね、それ1回戦勝てたら、ぜひお願いします。ぜひぜひ全力で。そうですね、こちらもね、高速点滅さんと戦うので、ね、まあ、熱いですね。関西一位ですからね。ちょっとね、ビビってます。ビビりっぱなしですね。ビビりっぱなしです。まあ、そんな戦いですけども、はい、最後ね、ちょ、本戦ね、決戦に向けて意気込みを、ちょ、リーダーね、いただいていいですか。もう、そうそう、はい、お願いします。もうここまで来たら優勝しかないと思ってるので、はい、もう絶対に優勝します。お、はい、ぜひね、ぜひ戦うためにもね、志摩さんもね、勝ってもらってね。いや、頑張りますよ、本当に。お願いします。はい、頑張りましょう。はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。頑張ってください。関東予選大会2位、俺たちの花の穴貫通主義、鼻毛ボーン。はい、続いて鼻毛ボーンの皆さんです。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ということで早速ちょっと自己紹介をお願いしてもいいですか。じゃあリーダーから。はい、お願いします。はい、鼻毛ボーンチームリーダーの、チャーです。チャーさん。チャーさん、はい、はい、チャンポンです。チャンポンさん、ありがとうございます。スケナノカーです。スケナノカーさん。はい、スワン。スワンさん、はい、ありがとうございます。でも完全にもうチーム名の印象しかないですけど。そうですね。今日は戦いがどうのこうのというよりも、今日はちょっと女性に鼻毛鼻毛よし、すいませんでした。いや、もうね、ちょっとネット収録で出てきた時から、うん、これ読むのかみたいな。毎回パラヤ変な感じになってたよね。鼻毛ボーンですみたいな。もううちに潔くね、叫んだよ。違うから、鼻毛ボーンだから。ボーン、ボーン、ボーン。あ、そうなんですか。鼻毛発音がね。なるほど、はい、皆さんつながり的にはどういうつながりなんでしょう。こことこことここが、まあ、仕事のつながり。仕事のつながりなんですね。なるほど、別にこう離れもつながりではないってことですね。残念ながら違う。絆です。そういう関係ではない。そういう環境ではない。絶対こんな環境ではない。どうしたの。違う乗りやすいっていうよね、ずっと鼻毛も、うん、戦いぶりについては石本さんいかがでしたか。いや、正直鼻毛のことしかあった。やばいやばい。ちょっと江島さんですからね、そういう感じってことはやばいですよね。って言った方がいいかなと思ったんですけど。真面目な感じにしていいんですね。はい、真面目な感じで。最終戦の緑林のジュエル、めっちゃ悔しくなかったですか。いやー、そうでもない。弾くだけでしかったです。ですよね、なんかその最後の卑弥呼は多分もうゲージもあるし、単純に回ってくるの遅かったんで、あれだと思うんですけど、そこまでのこう、さっき解説言おうと思ったんですけど、はいはい、その前のアザゼル、カッチンで止まった方が良かったかもしれないですね。あ、もう卑弥呼の配置決まってるから、カッチンにもカーンって止めて、うん、とか、うん、とか、もうなんか、あ、絶対悔しいな、これ我々だって超悔しいなと思いながら見てました。緊張したんだと思ったら、鼻毛鼻毛言ってるから全然悔しくないかなと思って。コメントね。出れればいいっすよ。出ればいいっすよ。前向き。もうそんな感じでした。いや、でも上手かったですね、本当に。さすが。最後になんですけど、ちょっと意気込みを、意気込みですか、次の戦い、はい、あの本戦に向けての、はい、ちょっと意気込みをちょリーダーにお願いしたいなと意気込みです、ね、思っております、はい。まあ、決勝でちょっとうまくいかなかったことがあったので、その悔しさをバネにですね、うん、次の幕張の決勝はですね、優勝を目指して頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございます、はい、あと佐野の
身をね。そうだ。スサノオノ。ちょっとこれあの前日にちょっとトラブルがありまして、はい、本当はあの氷に同化してスサノオノ身が、はい、遊撃 M と照明結 M って言ってたんですけど、はい、あの神殿終わってあのワクワクの身の画面で、はい、ポケットに入れて、はい、トイレに行ったんです。はい、帰ってきてパッて見ると赤い身が2つ出てきて、あー辛い数時間前数時間前うわギリギリまで死んでやってました、ギリギリまで死んでやってました。そうなんですか。遊撃 M と照明 M 辛い。それしてもう終わったと思ってトイレダメだ次までには次までそうですね、まだ時間あるんでね、万全の体制でねあの戦ってもらえればと思いますんで、うん、はいはい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。関東予選大会1位デジタル系友情ビッグウェーブカヤモンですが、そしてカヤモンですがチームの皆さんです。はい、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、ということでじゃあまずお一人ずつ自己紹介お願いします。カヤモンさんから。はい、カヤモンアットモンストオフ会です。はい、よろしくお願いします。お願いします。そしてカツラーです。カツラー、ついぜです。お願いします。よろしくお願いします。はい、そして駒将軍です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ノンノンです。はい、ノンノンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかオフ会を開催されてるんですか。そうですね、よく池袋とか今と関西だと大阪とかで開催させていただいてまして、でそこで本当にまあ会った仲間で気があって年齢も近かったんでチーム組もうって言ったらいいよって言って、で中身というか戦いの方にちょっと行きたいと思うんですけども、やっぱ最後のやっぱアメノモンがやっぱりあれですかね、一番気持ちよかったですかね。あれもう打つ前からもうガッツポーズしましたね。江島さんから見ていかがでしたか。いや、まさにそのブラクモの配置、うん、あれなんですよね、アザゼルがいると配置難しいじゃないですか、やっぱり、まあ、スピードアップでこう自分で調整しづらくなるんで、うん、完璧なんですよね。いやだってあれ冷静に考えたらですよ、プニここにいるとはいえですよ、うん、ここで止まったら意味ないんで、うん、プニに最終当ててここで止まっても別に何もないわけ、うん、でその後アザゼル乗ってここで止まってもワンパン厳しいわけで、うん、でこう加速してここで止まるっていうのが素晴らしいですね。素晴らしい。素晴らしい。皆さん緊張されてました、ちなみに。ああ、もう本当に16位17位になるかっていうその予選の結果発表が一番緊張してて、あそうか、そっか、入ったり出たり入って出たり繰り返して、そりゃ そうか、それがちょっと一番緊張したかな。でもなんか観客の中にも応援隊みたいないましたよね、皆さんがねいらっしゃって、あれも深いで出会った、あそうなんですね、そういうことか、なるほどね、やばい人たちかと思った。すごいホームグラウンドな感じがあったのも良かったなと思って、あとね全国大会もね応援に来てくれるから、うん、そうですね、つながりが多いとね、うん、いいですね、楽しいです。最後になんですけど、はい、本戦に向けて一言意気込みをリーダーからお願いします。僕は京都にいるのでまず練習はできないと思うんですけど、多分今日のすごい自信になったので、うん、多分トーナメントで下さんと当たるんですね、準決そうですね、当たるとしたら準決ですね、うん、はい、そういうのを楽しみにしながら、はい、まあ、優勝目標にしながらやっていきたいと思いますので、ぜひその時はお手柔らかにお願いします。こちらこそ、はい、以上です。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。一回勝てば夢の対戦、幕張で起こせ奇跡のモンスト維新、憧れ青春ストライカー、平成の開国スクラッチ。出てる？出てない？いや、出まくり上がってます。世界へ届けチーム名、俺たち花の穴貫通主義花毛ボーン。勝負強さの源泉はモンスト仲間の熱い声援、デジタル系友情ビッグウェーブカヤモンですが。ご視聴ありがとうございます。まだモンスト公式チャンネルをご登録でない方はご登録をよろしくお願いします。スマートフォンからご覧の方はこの動画の下にあるチャンネル登録ボタンより登録お願いいたします。
パソコン、タブレットからご覧の方はこの画面内のこちらにあるボタンからご登録お願いします。 X フラッグではモンスターアニメや他のチャンネルもあるのでチェックしてみてください。ではよろしくお願いします。